ある日、山口百恵が浅田美代子に電話をかけた。その理由は、こんにちは、今日は70年代を彩った2大アイドル、浅田美代子さんと山口百恵さんのあまりにも美しい友情物語に迫ります。この動画では、2人がどのようにしてライバルから親友へと変わったのか、そして浅田美代子さんの結婚、離婚、癌闘病の噂の真相にも触れていきます。浅田美代子さんが急性リンパ性白血病で亡くなった母親、そして癌が全身に転移した親友キキキリンさんの話から生まれた癌の噂の裏側、そして二人の間に生まれた絆の深さに迫るこの時間、最後までお見逃しなく。まずは浅田美代子さんと吉田拓郎さんの結婚と離婚についてです。二人の関係は、音楽と演劇が交錯する芸能界の華やかな舞台裏で芽生えました。浅田さんは1970年代に一世を風靡したアイドル歌手であり、彼女の鮮烈なデビューは多くのファンを魅了しました。一方、吉田さんはフォークシンガーとしての地位を確立しており、その歌声は時代の空気を捉え、若者たちの心を掴んで離しませんでした。二人の出会いは、まさに運命的なものでした。浅田さんが新人でありながら吉田さんのラジオ番組に出演したことから始まります。その共演がきっかけで、吉田さんは浅田さんへ楽曲を提供することとなり、この交流が深まることで二人の関係は急接近しました。このようにして、浅田さんと吉田さんの結びつきは音楽を介して徐々に強固なものへと変化していきました。1977年、浅田美代子さんは21歳の若さで吉田拓郎さんと結婚し、その後、芸能界を引退して家庭に入ります。この決断は、多くのファンに衝撃を与えました。結婚当初は二人の未来は明るいものに見えましたが、やがて吉田さんの不倫が原因で関係に亀裂が入り始めます。この事実は、公にはなるまいとされていましたが、結局、1984年に離婚が成立することとなりました。離婚協議中、吉田さんは浅田さんに対して自宅と財産をすべて譲渡しました。この二人の物語は、芸能界の輝きの裏に隠された苦悩と葛藤を浮き彫りにします。浅田美代子さんと吉田拓郎さんの関係は、夢と現実が交差する場所で生まれ、やがて様々な困難に直面しながらも、それぞれの人生を歩んでいく過程を見せてくれました。彼らの結婚と離婚の話は、時代を超えて多くの人々に語り継がれることでしょう。次は浅田美代子さんのキャリアと人気についてです。彼女の芸能界での軌跡は、1970年代のアイドル文化を彩る重要な1ページを飾ります。浅田さんは、まさに高校生の時に偶然のスカウトによって芸能界の扉を開きました。その後の彼女の歩みは、まるでドラマのように華々しく展開していきます。デビュー作赤い風船は大ヒットし、彼女を一躍スターダムへと押し上げました。この曲は当時の若者たちの心を捉え、浅田美代子という名前を日本中に知らしめることに成功します。浅田さんの魅力は、その容姿や歌声だけにあらず、彼女が持つ天然のキャラクターにもありました。特にサンバのスーパーからクリテレビでのその独特な振る舞いは、多くの視聴者に愛され、彼女の人気をさらに高めることになります。このようにして、浅田美代子さんは、歌手としてだけでなく、タレントとしても幅広く活躍し、その才能を芸能界に示し続けました。さらに、彼女は女優としても多くのドラマや映画に出演し、その演技力で観客を魅了し続けます。浅田さんが芸能界で築き上げたキャリアは、多岐にわたり、彼女の多彩さをいかなく発揮したものでした。特にドラマ時間ですよでの彼女の演技は、多くの人々に記憶されています。その自然体で人懐っこいキャラクターは、画面を通じても視聴者の心に深く刻まれ、彼女の人気を不動のものにしました。浅田美代子さんのキャリアと人気は、彼女が持つ独特の魅力と才能、そして時代を超えた普遍的な愛されキャラクターに支えられていることを物語っています。彼女の芸能活動は、今なお多くのファンに愛され、彼女の名前は日本のエンターテインメント史において重要な位置を占めています。次は浅田美代子さんの健康と現在についてです。近年、彼女に関する様々な噂が飛び交いましたが、中でも特に注目されたのが、彼女が癌の闘病生活を送っているというものでした。この噂は彼女のファンや公衆の間で広まり、多くの人々が彼女の健康状態について心配を寄せました。しかし、この噂は事実ではなく、浅田さん自身が現在健康であることを証明しています。このような噂が生まれた背景には、彼女の母親と親友であるキキキリンさんの死が関係しているとされています。2001年、浅田さんの母親は急性リンパ性白血病で亡くなり、
さらに親友のキキキリンさんも癌が全身に転移し、2018年に亡くなりました。この2人の重要な人物が癌で亡くなったことから、浅田美代子さん自身も癌ではないかという憶測が飛び交うことになりました。しかし、実際には浅田美代子さんは健康を維持しており、癌闘病中であるという情報は根拠のないものでした。彼女は長年にわたり芸能活動を続けており、現在もその姿勢を崩していません。浅田さんに対する支援と関心は変わらず強く、ファンは彼女が健康であることを喜んでいます。浅田美代子さんの人生は、公私にわたって様々な困難に直面しながらも、それらを乗り越えてきました。健康に関する不確かな噂が彼女に与えた影響は決して小さくありませんが、彼女はそれを力強く否定し、自身の生活を前向きに送っています。浅田さんの現在に関する話題は、彼女がこれまで築き上げてきたキャリアと人生を支えるファンや関係者からの変わらぬ支持を示しており、彼女の健康と幸福への願いが今後も続くことでしょう。次は浅田美代子さんと山口百恵さんの関係についてです。これは、1970年代のアイドルシーンを彩った2人の女性が、ライバルを超えた深い友情で結ばれている様子を伝える興味深い物語です。浅田美代子さんと山口百恵さんは、デビュー時期が近く、当初は互いにライバル意識を持っていました。しかし、時間が経つにつれて、2人の間には互いを尊重し合う深い絆が芽生えました。特に興味深いのは、2人がレコード会社の営業を共に回ったエピソードです。この経験は、仕事を通じて互いの人間性を理解し合うきっかけとなり、友情を深める重要な要素となりました。また、山口百恵さんが結婚する三浦友和さんとの関係も、この2人の友情に影響を与えました。浅田さんは、山口さんと三浦さんの間に立って、2人の関係が公になることなくデートを楽しめるよう手助けしたのです。このようにして、浅田美代子さんと山口百恵さんの関係は、単なる同業者を超えたものへと発展しました。二人は互いの成功を心から喜び合い、時にはプライベートで重要なライフイベントを共に祝うほどになりました。山口百恵さんが子供を出産した際には、浅田美代子さんがお祝いに駆けつけ、カラオケで楽しむ姿は、二人の友情がいかに深いものであるかを象徴しています。この物語は、芸能界という厳しい世界で競い合いながらも、互いに深い尊敬と友情を育むことができる二人の女性の姿を示しています。浅田美代子さんと山口百恵さんの関係は、同時代を生きた多くの人々に影響を与え、彼女たちのファンにとっては特別な意味を持つものです。二人が共に過ごした時間は、彼女たちのキャリアだけでなく、人としての成長においても重要な役割を果たしています。この二人の物語は、時を超えて語り継がれるべき美しい友情の証と言えるでしょう。いかがでしたか？浅田美代子さんと山口百恵さんの間に流れる、時を超えた深い絆の物語をお届けしました。二人がどのようにして互いの人生に影響を与え合い、支え合ってきたのか、そして公にはあまり語られることのなかった彼女たちのプライベートなエピソードに、少しでも皆さんの心が温まる瞬間を感じていただけたなら幸いです。もしこの物語についてのご意見や、浅田美代子さんと山口百恵さんにまつわる他の興味深い話をご存知なら、ぜひコメントで共有してください。また、この動画がお気に召したら、高評価ボタンを押して、チャンネル登録も忘れずに、次回も見逃せない内容でお待ちしています。それでは、また。